はい。えー、入速をご覧の皆さん、こんにちは。慶応大学の岸です。僕はですね、この政治資金疑惑、えー、誰がやられるかとかですね、新聞はそういうことばっかりおってますけども、まあ、それも大事ではあるんですけども、えー、じゃあこの政治資金疑惑、 を受けてですね、今後政治がまともになっていくか、政策がまともになっていくかっていうのが一番大事だよな、というふうに思ってるので、まあそういう意味で表面的に誰がやられるかもいいんですけども、あの実は僕は二つ大事な論点が今後を考えた場合あるよな、と思っておりまして、で、その部分がどう推移するかっていうのをしっかり見守っていくのが大事ではないかと思ってますので、えー、今日はそのお話をさせていただきたい、というふうに思ってます。 で、じゃこの二つある大事な論点のうちの一つ目。まず、じゃあ今回のこの30年ぶりの大掛かりな政治資金疑惑を期化として、政治資金制度がちゃんと厳しい方向にしっかりと改革をされるのかと。やっぱりこれが一番大事なわけなんですよね。で、皆さん大体報道を見ててわかるように、えーまあ、政治家が資金やる手段はこの政治献金とパーティー。 っていうのあるんですけどパーティーのがノーズルであったと。で、政治資金規制法は緩いもんだから、このパーティーでこれ裏金をいっぱい作れたよねと。で、だからこれをしっかり借りていかないといけない。これが本当にできるのかという部分なんですね。僕は結論として、かなりいい加減な表面だけの改革で終わっちゃうだろうなと思ってます。 これが一番まずいんですね。あの、ちなみに余計なことを言うと、今回の政治資金疑惑で、えー、政治資金制度が厳しくなった場合、その影響を一番受けるのに誰だかわかります一番影響を受けるのは地方議員なんですよ。国会議員って、やっぱり、あの、経済的に恵まれてるんですね。当然、いろんな、えー、手当もたくさんありますと。それに加えて、えー、政治献金も受けられる。政治資金パーティーでもお金を稼げると。非常に経済的に恵まれてると。 で、一方で、えー、実は地方議会の議員というのは経済的に全然恵まれてないわけです。そもそも報酬も安い。手当てもそんな国、えー、会議員に比べれば多くないと。加えてはそんなパーティー、地方議員があっても、えー、そんな集まるわけではないと。で、ある意味で、この国会議員が政治資金とかパーティーとかいろいろ集めますと。これを地方議員にトランスファーすることによって、地方議員はある程度、えー、まあ、裕福、豊かになっていた。 この地方議員というのは実は選挙の際は一番の、えー、やっぱ自民党の足腰なわけなんですね。もちろん自民党支部はだいぶ弱くなってるけども、やっぱり、えー、国政選挙がある場合は地元の地方議員の活躍の場合が非常に多い。で、そういう選挙の応援活動とかに資金をトランスファーすると。いうことで地方議員はある程度経済的に恵まれるようになっていると。だから最近で言えば柿沢議員、あ、そうじゃないですか。 まさに地方議員に金を配っていた。ちょっと前の広島の河合夫妻もそうですよね。誰が象徴するように、一番営業権の,のは地方議員なんです。で、個人的には、やっぱりそういうのを考えると、より一層ですね、政治資源制度を厳しく改革して、まずこの地方の政治レベルでお金がかかんない政治を実現すると。で、それがだんだん国政に波及するというのをやるのが一番いいだろうなと思うんですけども、これやったら自民党からすれば、やっぱり自民党が強いのは、特に地方なんですよ。 地方で、やっぱり自民党ってのは当選が非常に多い。まさにそういう地方、地域の地元の議会議員が皆さん頑張ってらっしゃるから。で、この部分が経済的なトランスファーが減っちゃって崩れると、自民党にとっては非常にきついはずなんですね。そういう改革を自民党がやりたがるか。絶対いらないと思います。 まあなんか一応岸田総理はえ政治資金制度どうするかえを考えようということを徐々に始めてる感じはあるんですけどもなんかえいろんな報道を見てますとえ下手すりゃなんか来年の通常国会にそれで改正え政治資金規制法改正を出すとかですねいうのを言われてますけどそんな拙速な準備をしてまともな改革できるはずがありませんだからそういうのを考えるとえどうもやっぱり岸田総理は派閥がお好きな人だから派閥を壊す気好きはないよねと で、なんとなく報道を見ていると、その一方でメディアは、安倍派が嫌いだから。だから、検察が立ち入りの捜査を、えー、安倍派と二階派、両方やってると。にもかかわらず、なんか安倍派でこんなことがありました、こんないかがしいことやってましたっていう報道ばっかりになっちゃってるようになっちそっから考えることはですね、これが2番目の論点で、もしかしたら、 岸田総理は、この政治資金疑惑をですね、党内の争いでうまく活用しようとしてるんじゃないかと。いう気が個人的にしてるんです。これどういうことかというと、私そもそも、今回の岸田総理の対応おかしなことばかりだなと思ってるんですけども、一番おかしいなと思ったのは、一週間ぐらい前ですよね。安倍派の閣僚4人、副大臣5人、更迭されましたよね。 で、実はあの人事って異常なわけです。なんでかというと、確かに安倍派が一番、えー、いろいろ言われてますけど、冷静に考えたら、これ全部疑惑なんですね。検察はまだ告発も何もしてない。つまり事実がいかがわしいという認定をしてないわけです。で、自民党も党を挙げた調査なんかしてませんから、何が真実か現状ではわからないわけです。で、そういう中で、あの、また新聞、朝日新聞の人に立ち悪いから、 え、安倍派は裏金っていう言葉を使って、で、二階派とか岸田派は政治資金収支報告書を不記載、虚偽記入っていう、あの、使い分けしてるんですけども、実は、この、今検察は安倍派についても追ってるのは、この政治資金収支報告書の不記載だけなんですよ。それを裏金にした脱税は追ってないんです。そう考えると、安倍派も、二階派も、岸田派も、報道で疑惑が言われてますよね。 疑惑が言われていて、何も事実確定してないのに、安倍派だけ切るっておかしいと思いませんだって岸田派の疑惑も言われてたんだから、本来自分も辞めるべきですよね。二階派の大臣二人だから、これも辞めさせるべきですよね。でも、今週になって起きてるように、結局、二階派のえ大臣二人はですね、派閥離脱だけで留任してるわけです。なんか、 すごくアンフェアで差別的なことを岸田総理やってるよなと。で、これが、えー、じゃあ、どういう意味を持つのかなと、つらつら考えるとですね、なんとなく二階派の法務大臣が残ったと、えー、いうことからも、なんとなく気になってるのが、当然この政治資金疑惑、自民党政権の危機です。 ただその一方で、もしかしたら岸田総理はですね、えー、表現悪いんだけど、この疑惑をうまく使ってですね、安倍派を解体、崩壊の方向に持っていって、で、結果的に自分が総理に長くやれる方向を追求するっていう感じでやり出してるんじゃないのかなと。で、もちろん検察が官邸に、いや、安倍派しかやりませんという情報を提供をしたっていう可能性もないことはない。 そんなことしたら大問題なんですけど。じゃないと、今になって考えると、これだけ革新派的に安倍派だけ切って、更迭して、同じ疑惑が言われてるのに、二、えー、人の大臣は派閥離脱だけで残してると、えー。いうのはなかなか考えにくい。で、これをうがった見方をすると、じゃあ結局、政治新制度を厳しく改正するよりも、これは安倍派の問題だよね、と。問題を矮小化する。 ことによって、結局自分が総理を長くやれる方向を考えてしまってるんじゃないのかなと。で、実際に、あの、衆院選まではまだ2年ちょっとある、2年近くあるわけです。逆に言えば、じゃあ別に、えー、総理が破りかぶりになって解散とかしない限りは、選挙し,、えー、しなければ総理続けられるんですよ。まあ、それで来年の、来秋自民党総裁選乗り切れるかは別問題なんですけど。でもそもそも総理は続けられるよねと。 だから僕は個人的には政治評論家言い出してる、あの、まさに30年前の政治資金疑惑の時は、竹下内閣が10万になったよねと。そうなるんじゃないかとか言ってますけど、そんなこと絶対にないと思います。来年スカント総裁選までは何もないと思ってます。で、逆に言えばそれまで、えー、そういう安倍派をボコボコにして、解体状況にして、で、逆に自分の派閥であるとか、麻生派の力が大きくなるようにして、自分が生き残れるようにしてるんじゃないのかなと。 なんとなくでそういう気がするんですよ。で、これ僕ね、正直言って、国民を舐めてると思います。あの、じゃあなんで今回、この政治資金疑惑は言われていて、国民がこれだけ関心を持ってるのかと。怒りを感じてるのかと。で、私はいろいろ、まあ、あの、政治への関心が落ちてる中で、やっぱり最大の原因は、これだけ物価が上がって、俺ら一般市民、生活大変だよなと。 節約とか大変だよなと。一方で国会議員は特権階級で裏金買いと。もうシンプルにそういう意識だと思うんですね。やっぱり今正直言って株価は上がってますけど、これ所詮代表の株価が上がってるだけで、景気は決して良くありませんから。で、そういう中で、えー、毎日の生活でも大変な思いをしてる。その一方で、えー、国会議員は裏金でいろんなことやってんかいっていうのが多分怒りの一番のポイント。 だと思ってますので。で、そういう意味で気になるのが、えー、岸田総理。あとは自民党の、えー、国会議員の皆様。これ派閥の人のみならず、無派閥の人も含め。こういう国民の怒りが分かってるのかよ、と。だから、ことは、あの、表面上政治資金制度ちょこっと直して、こういう、えー、生徒とか、えー、詳しい人とか、えー、政治に関心ある人を満足させればいいわけじゃないんです。徹底的に意味を出さないと多分許してもらえないんですよ。 そこまでやる気があるのかと。多分現状ないよねと。岸田総理はもっと国民舐めてないかと。で、派閥が多分岸田さんは好きな人ですから、多分抜本的な政治資金制度改正案内で、おそらく安倍派の問題と問題を歪償化する。その可能性がすごくある。それは安倍派の力をしてが自分が好きにできますから。でも、 多分それを、えー、もう意識した上なのかわかりませんけども、例えば官房長官に林さん入れましたよね。冷静に考えれば、多分自民党の中で一番中国に近い人、中国審判、えー、の人、加えて経済政策面ではどちらかというと財務省寄りで財政再建とか増税、えー、路線の人、これを普通官房長官に入れるかと。国民舐めとるんかと思います、正直言って。まあだから、 そう考えると、より一層自民党について残念に思うのが、じゃあ、まあ選挙まで、衆院選までは2年ぐらいある、あるから、ええー、まあ岸田卸ろしが始まんないんですけども、でもこれだけの騒ぎがあって、これだけ国民の信頼を失ってる。政党支持率も下がってますよね。で、岸田を卸ろして自分が取って変わるんだっていう人が出てこないのかよと。これだけ国民が怒って国民の信頼を失ってるのに、選挙がどういうのは理由かわかりませんけども、自分がやると。 自分が取って代わる。自分が自民党を治す。自分がよく、えー、日本、景気良くするとか、えー、ちゃんと大見駅って言う人いないじゃないですか。僕、これも自民党の大問題だと思います。なので、あの、ぜひ意識してほしいことは、えー、まあ、もう、日々の報道で、えー、誰がやられそう、えー、安倍派こんな悪事やってましたってことばっかり言われてますけども、えー、自民党のどの国会議員がやられるかが本質的な問題ではないんです。 第一の問題点である、じゃあこれを踏まえて政治資金制度がどれだけ、えー、ちゃんと厳しい方向に変わるか。これが一番目、重要。で、二番目、国民は心速起こってるのに、そもそも岸田総理はなんかてめえの、えー、党内のポジションを良くして、で、総理ながら続ける方向に考えがシフトしてねえかと。にもかかわらず、それに対してお、えー、お前降りる、俺が取って変わるって、このタイミングで声を上げる政治家が自民党から出てこないと。 これも日本の将来考えたら大問題まさに、えー、この今誰がやられるかっていうこのまあなんていうかな三面ニュース的な部分もいいんですけどもこういう大事な、えー、意味合いが含まれているんだとその部分がど,どう推移するかっていうんで、えー、自民党がちゃんと信頼できる政党であり続けられるのかとあとは岸田政権がやっぱりダメな政権という本質が、えー、露見する中で誰も動かないぐらい根性なしになっちまったのかと。 いうのをしっかり見ていくことが大事ではないのかなというふうに思います。